こんにちは、あすかです。今日は有明テニスの森から青海までゆりかもめ線で移動します。パスもチャージしてるんですけど、なんかね、領収書が出てこないんですよ。仕方ないので金さんに伝えたんですけど、プリンターの故障みたいで5分から10分ぐらい待ってくださいって言われたんで、しばらく待ってみます。めっちゃ暇なので、置いてあったゆりかもめ線の路線マップがあったのでそれを見てるんですけど、でもなんかほとんど知ってる情報ばっかりなので新しい情報はないですね。で、待ってる間に駅員さん来てくれて、領収書を出してくれました。これでやっと電車に乗れます。エスカレーターを上がります。タイミングよく電車が到着したのでそのまま乗りました。平日なので結構空いてますね。一番後ろの席に座りました。とりあえず地取りをするってね、決まりですね。景色がすごくいいですね。東京ビッグサイトが見えます。ここは東京ビッグサイト駅、到着しました。早いな、月の青海駅で降ります。ゆりかもめ線は綺麗だし景色もいいのでまた乗ってみたいですね。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお願いします。